Да, это чисто, мне кажется, для поднятия. Поднимем мы вам настроение. もしくは2番の方に2000ではエースファイナー最後の選手との試合の長距離になるのです。続いてイタリア、チェキアマフェです。この内側に4番はオーストリア、ベルトミッチ。外側に日本の斉藤です。過去の長距離がエースファイナーです。序盤から先頭に長距離が2度目に日本の斉藤組、1番は1番の後ろから追い上げてきました。前のレースを上げてきた。長距離が合わせました。 最高のスピードに合わせてきました。最高のノースルだ。今度は後ろに勝つことができるか、しっかりと壁立てるか、難しい。この3人、3つの3人が2度上げて、完全に優勢、揺さぶりを感じました。後ろの3人にここは優さぶりをして、自分から主導権、完全に掴んで逃げます。長距離が見えてきたいです。チェチリアパンメが2番手、3番手、4番手、ベルチャウ、ベルチャウ、ミヨシ、この最高4番手、対決は変わりませんが、終了が3番手から4番のベルトミッチ、オーストリアが外にいる。ベルトミッチ追い上げまして、ここでチェチリアパフェをかわして2番手、斉藤組。内側が追い上げて、ようやくは3番の後、一瞬はかかりません。前の3人です。斉藤は2番手から、約7、8メートル遅れています。韓国の長兵、2番手、ベルトミッチ、完全に逃げて、斉藤組2番手から10メートル遅れました。韓国の長兵が5位、斉藤組3着です。